い、どうも紅茶です、今日はお魚さんを買ってきました。超久々ですね。生態を買うのは多分レッドビーシュリンプぶりかな。で、売れ残りだったんですけど、ちょっと見にくいんですが、これは皆さん分かりますかね。コイドラスパンダです。パンダはすでに2匹いるんですけど、多分同性で繁殖しないんで、追加すればオスかメスかいるだろうと思って買ってきました。でこれコリドラスって一緒にすると良くないんだよね。毒出すんだっけ。まあ、とりあえず早く水あせしちゃいます。はい、ではね、大暴れしてますんでさっさと入れちゃいます。ね、みんなオーライ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 イエーケイ、はい、このままおたまじゃくしみたいですね。はい、でエアレーションをします。でこの前紹介したコック付きバケツですね、これを、バケツの上にうまい具合に乗せます。でこんな感じでね、点滴法で水あせします。じゃあ点滴終わるまでカッツ。はい、じゃあたっぷり水あせをしたので、まずパンダを捕まえていきます。はい、こんな感じでパンダを捕まえてきました。水合わせもね、十分行ったんで大丈夫だと思います。パンダ3匹投入いたす。おー、暴れてる暴れてる、すーげー暴れてる暴れてる、超暴れてる。はい、1匹いった、2匹ゴー。はい、3匹目は、3匹目いきません。パンちゃん、メダカが入ってくるぞ、そろそろ。はい、いける？はい、行きました。来ました、パンダ3匹。はい、1匹はね、お砂場にいますね。なんか色がなんか変だね、うちのパンダと比べて。白いね、すごいすごい白くない？色が飛んじゃってんのかな、ストレスで。あの後ろにいるでっかいパンダがこれですね。これがもともとうちにいた子です。こっちがね、今日買ってきた子ですね。めっちゃ白いな、ほら比べると全然違う、白。かわいいね。これでオスメスがあればいいんですけどね。乗っかっちゃってるじゃん、君。乗っかってるよ君。いいね、いいね。たくさんいると可愛いね、やっぱり。2匹より5匹。我が子を見つめるコリドラスみたいな。立派なおひげを生やしてください。三兄弟みたいじゃん。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。
このねチビパンダたちが大きくなってパンダが増えたらいいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。